ビートルズ大学学長の宮永正隆です。 YouTube ビートルズ大学が不定期アップになってから2回目の動画です。7時間50分の超大作ドキュメンタリー The Beatles Get Back が公開されて以降、一体何をこの YouTube で語りようがあろうかと、やっと気力を振り絞って前回のやつをやったら、おかげさまで皆さん多くの方が待ってくださってたみたいで、すごい勢いで再生されていて本当に光栄でございます。ありがとうございます。ということで今回はまた別の試みです。それは突然数日前に渡辺ベイビーから電話がかかったんですね。渡辺ベイビーはラジオビートルズ大学の大ファンで、で私がある程度たまるたんびにその送ってあげてたんですね。すっごい楽しんでくれて、全部聞きました、プラスザ・ビートルズ・ゲットバックを私と語り合いたいっていう形で電話をくれたと。そしたらやっぱりもうお互いに徐行運転せずにですね、もうどん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 マニアックな話も含めていろいろ喋るから、これたった2人だけのプライベートな密室での、しかも消え物にしたらもったいないくらいの対談であり砲弾ではなかろうかと思ってですね、最初メモ取ってたんですよ。だからこんなことを YouTube で喋ればいいんだとかってメモ取ってたんですけど、もう途中から IC レコーダーでもう録音し始めてですね、スピーカーフォンにして、でベイビーにも録音してるんだけど、これ対談として公表してもいいかなって聞いて、で快諾してくれてですね、即座に、でこうやって公表することに踏み切ったわけですよ。だから公開前提にしてない全くプライベートのベイビーからかかってきた電話だから、私もものすごい鼻声なんですよ。ベイビーの声スピーカーフォンなのでお聞き苦しいと思います。だからこれ相当マニア向けの回です。最初に言っときますよ、ハードコアファンオンリー、それでも興味があるという方は見てください。異色のザ・ビートルズ・ゲットバックについて語り合うプライベート対談、あなたもそれこそフライオンザウォール、壁の生えになってこの2人だけの電話を盗み聞きできたような、そういう疑似体験を味わっていただければ光栄でございます。それでは始まり始まり、ビートルストンが一音を弾いた瞬間と、おう屋上の最初のカウントから音を出した瞬間ですよね。そうなんだよね。でそれらを全部我々はもう結果を知ってるからこそ、なんかキーボード必要だよとかって、まだビリーのビの字もジョージですら予測してない時期に神の目となって我々を見る、その生々しさなんだよね。コンサート会場どこにするとかも結局屋上でやるんだよなって知ってる神の目なんだよ。フライオンザウォールとかそういう言葉ありましたけど、うん、本当にあらゆる角度から、いわゆる今までインタビューで語られてたりね、うん、電気本で伝説として読んでた、うん、場面が本当にあったっていうのがすごいですね。そうなんだよね。例えばあの陽子の離婚が成立したみたいなと、うん、海賊音源でみんな聞いてるじゃないですか、うん、そうね、アンソロジー3にも入ってたけどね、うんうん、あの知らせ聞いてあんなキャッキャ喜ぶあれがあるんだとか、うん、そうだよね。いやーびっくりしました。しかもポールが一生懸命そのジョンとこうやってハモったそのオーダーリンだっけ、オーダーリンでとにかく僕を捨てないでおくれって頼むよっていうのをジョンもハモってくれて、それはポールの心の叫びの歌詞だったりもするかもしれないわけじゃん。それをハモってやったと思ったら、その終わったお歌い終わった後にそれ言ったりとか、すごい重層的なポールの内面の感情のドラマもあるんだよね。どの1分だけでも初めて蔵出しされたと思ったら、世間がもう大騒ぎのもんが7時間50分だからさ、一方でまだ頭がしっかりしてる間に総括しないとまだ早いだろうって言ってる場合じゃないんだよね、うんうん、いや金稼ぐっていう意味では小出しにしても良かったのかもしれないですけど、もうある意味リアルタイム接待を入れる
ああリアルタイム世代も年取ってきてるからね、うん、そうそう。だって坂口さん、ナイアガラの坂口さんいるじゃない、大滝さんの。坂口さんにもいろんな話聞かせていただいてるんだけど、その坂口さんだってほらジョンが亡くなってそのアーカイブをどうきちんきちんと出していくかみたいな、陽子さんみたいな役割まで背負わされたわけじゃない。あ、うん、大滝さんのアーカイブを。逆に言えば本当にこんなもんどうしよう、整理整頓してどうきちんと出していこうなんて普通途方に暮れるけど、坂口さんでよかったんだよね。で出し惜しみせずにロングバケーション40周年記念ボックスだったら全部入れてるわけ。夢で会えたらボックスっていうのもシリアポールさんのアルバムのその関連の全部出して、とにかく出し惜しみせずに全部出さないといけない、それと同じ今ことなんだと思うよ、ビートルズも、うん、小出しにしてる場合じゃないんだよね。場合じゃないです、うん、まあ今のところもう二回し見たんです。おおすごいね、うん、いやでもその後の心が違いますね。ああ例えば曲作り期間だったりするんですけど、 やる気が違うというか。おお曲は何、ホフで発表する曲作り、ホフでアルバムを作ろうという話になっていて、やっぱね背筋が伸びるよね、ビートルズのそんなん見ると、普段のこう毎秒の喜びが違うとかね。ああ、うん、秒ごとになんていうか幸せになりますよ。あんだけガッツある姿を見ると、うん本当だよね。で神格化されてないっていうか、もちろんあの時期ビートルズもものすごい立派なキャリアもう築いてるけど、でも今みたいなのと違うから本当に20代後半の若者でバンドなんだなっていう感じも生々しいんだよね。他の例えばジミヘンとかクリームみたいな、ああいうラウドな問題にコンプレックスとリアルタイムで戦ってるみたいなとこもあるんだろうね。なんていうか自分たちが体制的で古くなっちゃうんじゃないかみたいな、もっとぶっ飛んでないとみたいな、特にジョンなんかね、うんうん、だからやっぱノイジーな感じでやったりするもんね、うん、時々ジャムる時ね、とりあえず今の結果で言えば圧勝じゃないですか、うん、何だなロック史におけるって意味、ロック史、うんうん、クリームとかジムヘンとかすごいかったけど、うんうん、ストーンズとかね、うんビートルズ圧勝じゃないですか。そうね、うんうん、うん、でもそんなことはまだ分かっておらず、うん、それなりに戦ってるっていうかね。そうだよね、現役として、うん、その姿もまたすごいし、うんうん、屋上ライブ始まってみる文句なしナンバーワンって感じですよね。すごいよねやっぱ。すごかった、うん、観客からビートルズは見えないとはいえ、ああやってなんていうの、人と接するの大事だよね、こもってずっとより、はい、だと思いました、ね、大事だよね。ああいうドラムを背にして立って、うん、正面に歌うでスタッフだけじゃない人らに聞かせるっていうね、あんな世界一のバンドが全曲新曲のライブをしかもみんなに数年ぶりで久々にやるって言ったら下手は打てない、ものすごいなんか演出なり思考なりすごかったってならないと、なんだビートルズなんぼのもんじゃってことになっちゃうわけじゃない。それだったら数年がかりのプロジェクトじゃん普通。意外とポールが前日こうなってましたね。そうなんだよ、あそこ面白いよね、ポールが牽引してたプロジェクトなのに、そうビビってるわけじゃないですよね。うん、そうそう、本当に本当の本当に最終的に大丈夫かってポールは言ってるんだと思うんですよ。うん、あともう一個はね、多分ね
その途中でほら昨日の夜僕は自宅でサージェントペッパーを聞いたよと、もちろんあれはあの効果音としての歓声とかかぶせた架空のライブだけど、多分ビートルズが久々にコンサートやるって言ったらこんな感じなんだろうなと思ったっていうのを割と初期の日の時言ってるんだよ。だからそんな感じにしたかったのに結局観客から僕らも見れない屋上か、本当にこれでいいのかなっていうその瞬瞬もあるんだと思うんだ。うん、もっとなんか華々しく素晴らしいのにしたかったのになっていう。なるほど、ずっとそう言ってます。それがあるから、まあとにかくマイケル・リンゼイ・ホック監督はこのまんまじゃ映画としてのクライマックスがないからっていう、それを第一に考えてるだけだから、もうビートルズの久々のコンサートっていうのを頓挫して、こんななんか、まあ結果は伝説になったけどしょぼい、こんなんでいいんだろうかっていう寂しさもあったんだと思うよ、これ。そうそうそう、久々なのにこんな、なんか急ごしらえのっていうか、何にも演出も何にもない、ただなんかそれこそ当時の言葉で言うところのハプニングみたいな、そんなだけみたいな、そんなんじゃなかったんだよな僕がしたかったことってっていうさ。うん、そうそうなんだと思う、あれは。うん、そうか。うん、ポールはライブパフォーマンスをしたいってだけじゃなかったって。そう、本当に自分が一番大好きで自慢のビートルズが久々にやるんだよっていう、すごいでしょっていう、そんなのにしたかったんだよ。うん、まさにサージェント・ペッパーのあの張り下ろした時のあんな感じだよね。もう初期の頃と違って観客もきちんと音楽も聴こうとする、そして歓迎する大人のビートルズのコンサート。しかしそれにしちゃ計画がないんだ。そうなんだよ、なんであんなバタバタだって、ホワイトアルバム前年の12月全部吐き出したばっかりだよ、新曲ばっかの2枚組本当働いてますよね。そうだから、他の3人、お前本当にワーカホリックだなって言うわけだよ、ポールに。それは本当数年がかりのプロジェクトだよ、本当に今なら。すごいよね、その才能が逆にそれでもそんなにやっていっぱい曲作るっていう。オールドブラウンシューも結構あんな風にあのタイミングだったんですね。オールドブラウンシューね、だからそういえばゲットバックセッション終わって69年の3月にジョンと横は新婚旅行で3月の末アムステルダムヒルトンに泊まったわけだよ、パリに行ってから。でそれをもうジャーナル的にすぐ新聞みたいに出したいって、ジョンと横のバラードっていうそこの B 面だから、確かに時期としてはもうあの1月頃からこうやって作ってたんだなってわかるよね、ジョージも。それはポールが後半のを示していて、だからベースとかもああやって乗ってるんだね。まあ確かに、だって普通の3コードブルースみたいな、その 4U ブルーとかもっとなんかいいのないかって、だってポールロング&エンディングロードとかレッドイットビー書いてんだよ。そしたらなんかもうちょっと一気当選で一人一人がなんかすごいのもうちょっと持ち寄ってほしいんだよなって思うじゃん。だからオールドブラウンシューはおーコンサートでもやれるかもとかって思ったり、いろいろな理由があるよね。やっとこんな感じ書いてきてくれたっていう。いや、しかしその話を聞いて言うと、うん、レッド・イット・ビーとか、うん、ロング&ワインディング・ロードとか、うん、もう大正解の曲たち、ビートルズ界での絶対正義みたいな曲を1年ぐらい放置してたってことですかね。発表するのをね、レッド・イット・ビーが1年ほったらかしてるありえるのかと思っちゃうんですけど。でその最中にさ、またポールとかもあんまり客観的にすごい曲だって分かんないのか分かんないけど、アレサ・フランクリンにあげてるんだよ、らしいですね。厳密に言ったらアレサ・フランクリンのバージョンがビートルズよりちょっと前に出てるから、ビートルズはセルフカバーなんだよ、あれ。でも案外知られてないんだよね、他の人が挙げたののセルフカバーなんだ、レッド・イット・ビーっていう曲はっていう事実は。だから何十年も経って今のポールだったら、あの頃の自分の才能っていうか、もう湧き出る泉みたいなのも懐かしんだりして、味として今の最新作作ったりしてると思うんだけど、やっぱその当時は普通に思ってたんじゃない、ポールあのくらいの。
ホワイトアルバム、まあ、68年の末に出したホワイトアルバムイコール69年1月も、まあ、この辺同じ時期としたら作曲能力のポールの人生で一番ピークだと思うわけ。アイウィルだなんだ全部普通にあるんだよ、山ほど。ヘイジュードもあり、そうで、クオリティもそんなメリー・ホプキンのグッバイとかも含め、そんな鼻歌でどんどんあのくらいのクオリティできるわけじゃない。開けて1月もレッド・イット・ビー・ロング・アンド・エンディングの、だからピークなんだよ。年齢的にも26とかですかね。そうだね、うん、ノリ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 だよ。でいろんな経験値とかノウハウも分かって、デビュー当時と違ってもう全能感あるよね、自分の中でも。きっとだからレッド・イット・ビー、まあロング・アンド・エンディング・ロードもそうだけど、ほったらかせ体力金じゃなくてですね、そうだよね、素材として資源だね。ラビー・ロードに入れたってよかったわけじゃんね、極端な話。じゃあおそらく一旦忘れたんでしょうね。あすごいね、ミーヨン世代でもう一個下ぐらいの僕らが、うん、レッド・イット・ビーなんてビートルズで一番正義ぐらいの扱いでした、うん、もう手塚さんの作品で言えば火の鳥だからね。確かに本当に、だってさ、あれは一旦ボツにしてお蔵入りになったわけじゃない、セッション全体が。そしたらアビーロードでやっぱりあの曲はきちんと完成して出したいなって思わなかったの謎だね。だってこれが最後になるかもしんないっていうのを無意識の領域でも感じて、最後ジエンドって曲で終わらせたわけじゃない。じゃあレッド・イット・ビー本当にこのままでいいのか。まあその頃はあれか、解散してからの自分のどうだっていうようなのに取っとこうとか、いろんな辛抱遠慮も働くのかな、もしかしたら。今吐き出しといたらソロになって、なんだやっぱり4人の頃と違ってしょうもない歌ばっかりって思われないようにしなきゃいけないとか、いろいろ手を打ち始めるかもしれないね、4人が4人とも。でもやっぱりあのテイク自体いっぱい取り直してるし、うん、ちゃんとやってるし、うん、あのテディーボーイとかジャンクとかセッションの中の、うん、そういうものとは違いますよね。違うね、一応ビートルズでちゃんと撮ってる。そうだよね、アップルスタジオ映ってからやってるわけだからね、うん、そりゃそうだ。一方でオールシングスマストパスとかもこう相当やってるけど、やっぱり常時自分のソロのため撮っといたり、そういう発言もあるじゃない、もうソロで出そうと思うって言ってジョンと2人だけになった時、生々しいよね。はっきりカメラの前で、うん、あんな相談を本当に正直に相談してるんですね。しかもポールがなんか誰かと打ち合わせでいなくなって2人だけでちゃんとやれるって言って行った後だったんだよね、うん、あれね、アラン・クラインに会ったよっていう話とかもジョンが切り出したり、そうそう、あの逆にジョンのあの話も、うん、あんなカメラの前で、うん、初めて話す話、うん、聞けるとはね、すごいよ、神の目なんだよ。だから我々すごい体験を提供してくれるよね、あのドキュメンタリーは。編集もうまいんでしょうけどね、うん、まあね、ピーター・ジャクソンの力量もすごいんだよもちろん、うん、でもなんかアラン・クラインがどんな存在でその後ビートルズの解散の元凶にすらなるっていうのも我々は神の目として知ってるから、なんかこの頃、例えて言えばこの頃ちょっとヘロインに手を出し始めたんだよって明かすみたいに、うわー、アラン・クラインにどん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 今浸水してるっていう、その怖さがあるんだよねあれね。グリーン・ジョーンズは最初から変なやつだって警戒してるしね。そうそう、はっきり言ってるよね、はっきり、意外とはっきり、うん、物申してるし、うん、ジョンとかの前と他の人との振る舞い方違うと思うとかね、うん、ジョンにはそれは気に入られようとして面白かったり丁寧だったりいろいろするかもしんないけど、でやっぱ相当他の人の時にブイブイ言わしてるのも見てんだろうね、グリーン・ジョーンズね、うん、だってロックンロールサーカスはアブコが制作でアラン・クラインが仕切ってて、そこにマイケル・リンゼ・ホークとかグリーン・ジョーンズが雇われてたわけだから、そりゃジョンとかと接するのと全然違う振る舞い方アラン・クライングリーン・ジョンズとかしてたんじゃないかな。いやもう B 大でゲットバックを全部掘り下げたら何年もかかるじゃないですか、うん、それをねまさに毎週日曜日1日ごとに掘り下げてやってんの。
一日ごとだよ。だからこれは今時代が早くなって、例えばドラクエなんていうあのぐらいにもう最後まで行くにはものすごい日数かかるゲームなんて、昔だったらその1個ゲームソフトあったら一生ものだったんだよ。それが今どんどん早くなって消費する時代だから、7時間50分のこれもまだそれの話題やってんのって感じる人いるに決まってんだよ。でもそんなんじゃないんだと、これは一過性じゃなくどれだけ味わい尽くしても尽くせないもんなんだっていうことで、いつまでかかるか分かんないけど、まあ1日ずつやってて、この間1月9日は90分授業が倍の3時間でやったのそんな感じでやってるよ実は。 B 大の方は常時脱退は10日ですか？10日だね。10日か、うん、いやもう何と言っていいか本当にすごいよねあれ。だってさ、ジョンとポール2人だけで人のいないとこでっていうんで、トゥイッケナムの食堂っていうかカフェ行った時の花瓶の中にまで盗聴マイク隠してあったってすごいよね。いやなんか後付けなんじゃないのみたいに疑いみたいになるけど間違い紛れもなく2人の声だしね。すごいよそんなもん。だって雇い主ビートルズなんだから、マイケル・リンゼホーク監督怒られたりしないのかなと思うくらいだよ。だってそれは人がいないから忌憚なく話せた場なのに、そこにマイク仕掛けてあるってどういうことって思うよね。よくぞ撮っておいたっていう逆に拍手だったけどね。いやもう歴史としてはよくぞですよね。そう今や逆に拍手ですげえよくぞ撮っといたって、その後何か話し合ったらしいっていう字幕が出て終わるんじゃなく、そこ撮ってあるんだっていうね、すごかったな。だからあそこでジョンなんかも本当に本音でさ、いや俺たちずっと思ってたよって、お前が俺はポール・マッカートニー様だぞ天下のっていう感じで結構ブイブイ仕切ってたよ俺たちに対してもとかって言ったりして、それは認めるとかって言ったりね。ポールも生々しい、全部現実にあったことなのにすごいドラマなんだよね。後でじわじわなんかそういう思いが湧いてくるんじゃなくて、当時言ってんですよね。後になってあいつが仕切ってたじゃなくて、お前がポール様で俺たちが仕切ってるみたいなことも言うし、うん、お前がボスになっちゃったじゃないかみたいなことを 言ってるじゃないですか。言ってる、いや君はボスだよってポール言い返してくる、いや違う違うって言ってね、うん、いや確かにそれが現実なんですけど、リアルタイムで認識して互いに向かって言ってんだなとかね。だからね、これ本当に恋人でも夫婦でも本当にもう晩年のっていうか、別れる後から思えば別れる直前、もう言いたいこと全部言おうっていう、そんな時期の生々しさだよね。いやでも俯瞰として全員が自分の位置も分かってるし、うん、例えばジョンが今は自分がボスじゃないお前が仕切ってるってことをちゃんと分かるしね。まあね、うん、まあそれはだってわかるよ。それはだから、うん、恋人同士のもう別れる時期に近い時だって、お互いの関係をお互いに言わなくてもそれは変化してるの分かってるもんそれぞれ。うん、うん、生々しいよこれさ。だいぶ途中からだけど、これはもう本当に僕とベイビーでこの初めてこれについて語るっていうのをこれすごい貴重だと思って、 IC レコーダー途中から慌てて回し始めたんだけど、もし使えたらこれラジオか B 大か YouTube かで使っていい？ありがとうありがとう。じゃあそれ前提に言うとさ、あとどんなとこを思い出す？いやあのリバプリーの奇妙な音色コードかもリズムもね、でリンゴにドンバーンってやってるようなこと言ってるじゃないですか。そうそうそう、3拍子のとこ4拍子みたいな変な、うんうんうん、リズムすっごい複雑で入りにくいからいろいろサジェストがあるのはそうなんだけど、それとは別にずっとそのハイハットなりシンバル鳴らしてのいつものリズムキープのパターンじゃなくて、そのスカスカのリズムでドーンツッパンとかって結果的にディグアポンにそうなってるわけじゃない。ああいう感じのちょっとパラパラの
リズムでずっとチン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 って鳴ってるんじゃない感じなんだっていう、その辺だと思うよ、あのサジェスション。ジョンの中にいわゆるワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリーじゃない、もうダーン、こうなあるんだなっていうか。なるほどね、そのおおらかな隙間だらけのグルーヴでやってくれってことね。アタックがだから1、2、3、1、2、3感じっていうよりも1、2、2だよ。なるほどね、だディグアポギーだってシャーン、チーザッザッシャーンだもんね、チャタントントンシャーンっていうね、なんかこう脳天ぶち抜いてくれみたいな、はいはい、感じのなんかそういうのがジョンの中にあるんだなと。なるほどね、それを実際相談してるシーンがあるっていうのも、うん、なんていうか本当に自分たちで音楽作ってたんだなと思うしね。そうそう、結果だけ我々はレコードになってるのを何十年も聞いてたけど、うん、確かに無数の選択肢があって選んで選んで正解を選び続けてあれが出たっていう、ゲットバックでも何でもそうだけど、そこが神の目の体験だよね。どっかで間違えたらダサくなってたかもしんないわけじゃない、選択肢を。Don't let me down ってあれも実はすごいですね、うん、もうあまりに歴史的に当たり前になっちゃってるけど、うん、Don't let me down ってこうシンバルが特にあれだよね、グリーン・ジョーンズのゲットバックのアルバムのあの辺だともう最初からシャーンって入るからね、クラッシュね、あれぞロックっていうかも、うん、言葉もあれしかないって感じ。リハであんまり真剣にやれないんだ、喉使うからっていうの生々しいよね、あれね。そうですね、あ、真剣にシャウトするかしないかしかないからね、全てがゼロかで、あの曲やるとき。確かにそういう曲あります。だってさ、そのトータス松本さんがそのマインドゲームスをカバーして歌ったのを聞いたことあんのね。そん時に全力だったの、血管切れそうなくらい。それでやっとジョンっぽくなってたわけ。でもジョンのマインドゲームスって今までレコードの聞いてて、そんな血管切れるくらいのジョンのシャウトって思わないじゃん。そうですね、割と伸び伸びとっていうか、それがあ、トータス松本で全力であのくらいにやっとなってる、すげえジョンって翻って分かったわけ。そうそう、キーがね高いんですよ、ジョンって。なるほど、ジョンというかビートルズ。そうね、恋する二人とかも実はすごい高いキーだったりするもんね、うん、いやまずは歌ってみろって言われて、うん、なかなか歌えないです。そりゃそうだ、あのシャウトね、うん、だからドントレットミーダウンなんかもものすごいよね、普通の人があれを出そうとしたら、あんなノリを。それはジョンだってこれ毎回リハでって、ドントレットミーダウンあんま何回もやるのちょっと喉酷使しすぎっていうの生々しかったっていうね。でもやっぱり特にロックミュージシャンの心みたいなのは掴むみたいで、カバーなんかもすごい多いらしいですよね、ドントレットミーダウンは。ああそうか、やっぱりそのイエスタデーとかああいうオールジャンルの取り扱われ方とは別として、ロックな人たちがロッカー心をくすぐるのはすごくわかりますね。これ以上のロックはないというか、いきなりつかみだもんね、シャウト で、うん、でドンととレッドとミーとダウンって言葉も最高のリンクを乗ってる言葉じゃないですか。確かにさ、昨日たまたまその英国オリジナル7インチシングルのそのモノラルの「愛こそはすべて」と「ベイビー・ユア・リッチマン」聞いてたんだけど、そういえば「ベイビー・ユア・リッチマン」って隠れたビートルズ曲だよな、誰もあんまりカバーしないなってちょうど思ってたんだよね。そういう曲ってあるよね、ビートルズ曲で。ウォールド・ブラウン・シューもそうだけど、あれはジョージの曲っていうのがまた別のバイアスがあるけど、ジョンの曲でビートルズでシングルで発表された曲で案外誰もカバーしてない曲ってあるよね、たまにね。そう、確かにベイビー・ワリッチマンなんて、まあ謎すぎる曲です。だけどあれなんか
したんですよね。あ、オリンピックだっけ。オリンピック。ああ。で、そこのエンジニアの人が、うん、ジョン・レノンが歌がうまいのびっくりしたよって談話を残していて、ベイビー・ユア・リッチマン、そんな別に激歌うまソングとも思ってなかったんですけど、そうね。そのコメントを踏まえて聞くと、めちゃくちゃ歌うまい。はあ。それはマーク・ルイスのあのレコーディングセッションズよね。とにかくジョン・レノンが歌がうまかったみたいな。そうか、それがベイビー・ユア・リッチマンでっつったら、さっきのマインドゲームスのトータス・松本さんの話も含め、なんかいろいろ通じるものはあるよね。ジョンのマインドゲームスやるって言ったら、大体の人がやってもちょっとジョンのとは違うなと思うのに、ジョンのあれっぽく歌ってだからすごい印象残って、わすごいって思ったけど、もうとにかく足を床に踏み鳴らしながら血管切れる感じで、もう全力のシャウトだったから、それでそう翻ってジョンの軽く歌ってる感じに聞こえるマインドゲームスの凄さも上がったから、ベイビー・ユア・リッチマンでも生で聞いたら、うわジョンうまいって思ったんだなって、それ生々しいね。いやトータスさんで全力振り絞るって言ったら、うん、清志郎さんレベルキーの時なんですよ。はあ。清志郎さんっていうのは本当に人より1音か1音半高いんですよ。人の限界より1個は上を行っていて、で清志郎さんが言うには、うん、とにかくもう全部力出して歌わないと客席には届かないっていうことを言ってたんですよね。ツアーの安全を考えて C で歌うか、うんうん、その瞬間瞬間を考えて D で歌うかみたいな。へえ。で必ず D だったんですよ。そういう局面では。まあそんな凄さがあるんですけど。で僕も最近人に言われてジョン・レノンってキー高いよね。でそんなに気にしたことなかったんですよ。イマジンとかが普通だったせいで。相当こうシャウターですよね。うん。いやコピーバンドやって痛感したのがさ、大学時代やっぱ自分はポールみたいに高い声出せないからジョン役とかって安易に選んだらやけどするっていう話なんで、ジョンだからさっきの恋する2人も含めてものすごい高いんだよ。だから普通ならポール役もできるような人ぐらいがジョンやって、ポール役をコピーバンドで担当してポールレベルにやるとしたらもっとすごい声出せる人じゃないとっていう、普通のポールレベルくらいコピーバンドのね、そのぐらいの人がジョンやってちょうどいいんだよね。それを上で行くポールもそうかなりのこう肉体的にもすごいですね。すごいんだよ、アスリート的な意味で、うん、だからポールは自慢なんだよ。ジョンすごいでしょ、すごいでしょビートルズ、そして僕もこうやってサポートでいるんだよっていう自慢のビートルズだったわけだよ、うん。だからそりゃそんな簡単にその離婚だなんだってこんな解散していいのって必死だよね。ゲットバックセッション、それが鎮痛な感じで伝わってキュンとなるんだよね。他人の我々にとってもこんだけ宝、ポールにとってどんだけ宝物だったかっていうとちょっとこう表現できないでしょうね。そう、想像を絶するよ、キュンとなるよ。だからジョージがやっぱ離婚すべきだと思うって言った時に、あんまり大きすぎて逆にうんそれはもうそろそろ考えなきゃいけない時期だと思ってるってベースつまびきながら言うのは、大きすぎてまともにその話に持ってきたくないんだよね、その場の会話を。それが生々しかったよ。だから夫がやっぱ離婚しようと思ってるって言った時に、そのうんそうね、もうそんな話もしなきゃいけない頃ね私たちとかって言って、なんか別の話に変えるみたいなっていうかさ、そう真剣にその話にいよいよ突入したくないっていう、そんなポールの思い感じたな。さらっとジョージが言ったら売り言葉に買い言葉みたいに、そうだねそれはこの間も出たし僕もそろそろ考えなきゃいけないかなと思ってるってぐらいのさ、まあ、外野もうるさかったでしょうね。ただ今みたいなそのかっちりしたんじゃなくて、結構ほらそんな大プロジェクトのコンサートでさえ何にも丸裸で1月2日に入ったみたいに、結
構あの世界の頂点で大きな金が動くことなのに、スタッフとか会社とか事務所とかがブイブイいろいろ言ったりとかじゃなく、本当に4人だけでインディーズバンドみたいにやってるっていうのも分かるんだよね。すごいよね、あんだけの希望で。そこも美しいですよね。そう、マルとケビンでしたっけ、ケビンハリントン、うん、そう、それだけなんだよ。ケビン・ハリントンの幼少の自叙伝まで限定本買って読んだよ。すごいよ、ケビン・ハリントン、そのなんだっけ、18から20歳までの間ビートルズのローディのマルのアシスタントローディとして関わってたんだよ。すごいよ。そう、その自叙伝のタイトルはあの英語の訳すと、屋上のルフトップコンサートで座ってる、あのヨーコとかモーリンの上の壁みたいなとこ座ってる赤毛の赤い髪の毛の男は誰っていう、そういうタイトルの自叙伝なの。みんな知りたがってるからついに書いたんだよね。ケビン・ハリントンさ、その屋上のコンサート、その自叙伝に、自叙伝とか最近のこの配信前後に英語のサイトで受けたインタビューとかいろいろ語ってるんだけど、実は彼にとってはあの屋上のコンサートって後からは歴史的なとか言われてるだろうけど、僕にとっては実はある日常の中の一日に過ぎなかったんです、当時って言うんだよ。でとにかく屋上に機材を運ぶってことに急に本当に前日か前々日ぐらい決まって、その運ぶんだけど、アップルのあのビルってまあ昔からのビルだから、あの階段とかも細いしさ、その屋上近くまで上がったエレベーターを降りて右側に出て、そっから3段くらい階段上がって、そんで左に出るとかってなんか生々しくあるんだけど、とにかくそこの数段上がる階段の手すりっていうのが昔ながらの手すりがついてて、ポールのベースアンプとかが曲がりきれないんだって。でどうしようって上司の丸に相談したら、その天窓、明かり取りの天窓があって、そこのガラスを外してなんとかロープでそっから出そうってなったんだけど、ハーフインチっていうから 2.5 センチの半分だから、本当に 1. 何センチぐらいだけポールのベースアンプの方がでかくて通らないんだって。ほんで、で丸がまた考えて、ガラスだけじゃなくて窓枠も外そうって言って、そんでロープで吊り上げてなんとか出したと。でビリー・プレストンのエレクトリックピアノもそうやったって言ったり、そんな、だからこれは生々しいでしょ。そういう機材運搬とか、そうそう、そういうとこめちゃくちゃ気になりますよね。でしょ、生々しいんだよ、ケビン・ハリントンの証言。なるほどね。うん、で今までずっとアビロードスタジオだったら、僕とかマル・エヴァンスさんとかはビートルズの近い距離でいたけども、トゥイッケナムの時ってとにかく15メートルくらい離れてたから、親密さも失われて、なんかだだっ広かったから、だからアップルスタジオに戻った時のその居心地の良さっていうのも生々しく覚えてますとかって言ってたよ。実は学校も出てなんかブラブラしてたっていうのかな、それでお兄さんが、そんなブラブラしてんだったらこのブライアン・エプスタインの事務所のネムズがなんか求人募集してるぞって新聞指さしてくれて、でそれで応募したんですって。そしたら普通に、じゃあ今度から来てくれたまえって言われて、でもっとだってファンは絶対に物取ったりしそうだからダメとか厳しい審査ありそうじゃん普通。そんなのに、それで最初はエプスタインが所有してるサビルシアターっていう、ハローグッドバイのスペーパーの衣装着てやってるところとか、ジミヘンもそこでコンサートしたりしてるところなんだけど、そう、あそこの部門を任されて、そしたら結構頻繁にそこでいろんなロックスターが、ビートルズは出ないけどいろんなロックスターのジミヘンも含めてコンサート結構やるんだって。でそれで夕方のコンサートだったとしたら、例えば昼頃とかに散々音合わせとか舞台設定とかやって、でしかもそれ入りたてだからそれの手伝いの手伝いみたいな、坊やみたいなことなんだろうけど、それで結局やることなくて暇だったからって彼勝手に帰っちゃうんだよ家。
ほんでその上司に、お前なんであの時勝手に帰ったの、いや僕のやることもうなくなって暇だったんでとか、そんなやつなんだけど、でそれでだんだんやっぱこれつまんないからやめますって言ったら、ネムズなんかはいやいやいや、それだったらあのまた別の部署ちょっと試してみればって引き止めてくれるんだよ。ビートルズのローディの丸がアシスタント欲しがってたから、そこはどうだって言ってそうなるんだよ。いいなーっていう、そんなそんな感じなのっていう。彼はホワイトアルバムからいたんですか。そうなの、ホワイトからなの、そっからなんだよ。すでにレッド・イット・ビーのペッキャーも始まった時点で、うん、みんな慣れた感じだから。そうそう、そうなんだよ。まあビートルズの歴史ではほやほやかもしれないけど、ホワイトからいたから、もうあの頃にはそんなケビン・ハリントンっていう存在としているんだよ、みんなに認められて。でも今までちゃんと僕見れなかったですね、彼のこと。だろうね、普通。見覚えはあったけど、うん、そうだよ。だから70年版のあのレッド・イット・ビーの映画で言うと、ジョンがディグアポニーで歌詞忘れたって言って譜面台の代わりになって歌詞を持ってる人ってぐらいしか覚えてないよ、みんな。名前も知らないよ、ケビン・ハリントン。そう、うん、だから今回、あ、ちゃんと名前もそれぞれあの紹介されるから、あのドキュメンタリー、これで少しは分かったなっていう。あれも良かったし、このテイクはこのアルバムで採用されて、出してくれるのも良かったですね。そうだね、やっぱこっちもそれを見る気合が違うよね、それ出してくれると。で、うん、そうだね、そうだね、そう。だからケビン・ハリントンについてはビートルズ大学の方では結構前からその彼の自叙伝の話までしていろいろ言ってたから、 B 大のそのオンラインの受講者たちはみんな馴染みがあるディープな世界だったんだけど、それが今回ちゃんと名前まで出たから、広く世の中の人にもあれはケビン・ハリントンっていう坊やなんだって分かるようになったわけ。まあね、とにかく僕あのあれだよ、僕ももうそろそろ出なきゃいけなくなって、はい、あれだけど、いやすっごい身の多いなんか砲弾というか対談だったよ、ありがとう。もう何回でも行きますね。だよね、うん、まだまだ語り足りないから、またこんな感じでまた喋れたらいいね。とにかくひょんなことで電話は渡辺ビーがくれたことで始まったこの対談、はい、お互い思い出したことがあったら対談を始める。そうだね、いいね、いいね、うん。じゃあまたそんな感じで、はい、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、じゃあ渡辺ビーでした。いかがでしたでしょうか。本当にこれ自由気ままに喋っていたら出かけなきゃいけない時間が迫ってですね、っていう生々しさまで立ち会っていただけたと思います。コメント欄にご感想を書くなり、ツイッターで感想をつぶやいていただくなりしていただければ楽しみに読ませていただきます。ここでビートルズ大学といういろんな形態で展開している私なりのビートルズの賞味法、これの味わい方をまとめます。まずは毎週日曜日の90分オンライン配信、金沢大学オープンアカデミービートルズ大学という正式名称です。これはとにかくアーカイブが見放題だから都合が合わなくても OK、 そして過去の膨大な講義も全部見放題、 50% オフの年額プランも新設されて、これがすごい好評で、既存の会員の方も新規会員の方もこれ選ばれる方が結構多いです。あとはこの YouTube ビートルズ大学自体は不定期アップに変わりましたので、チャンネル登録をしていただくと新作がアップされると通知が来ますので、わざわざまだ新作アップされてないのかとか何度もこのサイトを訪問する必要がなくなって便利なので、ご活用いただければと思います。それではまた。